インレット付近来ましたけど、すごいっすね。魚見えますね。いやーすごいな。うわ、インレットの方が藻が多いっすね。っていうかこっちは浮いちゃってんな。あー魚見えるけど、あ、これオショロコマだ。オショロコマほら、うおー魚多いけど藻も多いな。これすごいですね。トンボ、うわ魚、あ、これは多分釣れますね。数匹はこいつらは多分大丈夫ですね。あーでも底が溜まってんだ。あーオショロコマいる。そいつらをとりあえず釣っちゃってポロポロと釣っちゃって、ここはダメだけど魚もいないですね。このインレットはだからその辺だな。その辺のまず魚を適当にパカパカ釣っといて、いろいろじゃポイント探して釣りたいと思います。はい、今日はあの白バチとキバチですね。飛行機で送ったので、あ、飛行機じゃないや、宅急便で送ったのにこうなっちゃう。まあこいつら釣れますよ多分。まあこいつら釣って、まあ釣り切っちゃったら、移動する形になると思いますね。はい、じゃとりあえず、釣りたいと思います。はい。